にちは。トゥントゥントゥンが拾われた。無料のアイテムがさ、3時でリセットされるから、その前に20分配信するよ。準備はいい？用意どんぶり。うん、だあけ。よいどんぶり。赤珍しいでしょう。でも私赤好きなんよね。なんか青も好きなんだけど赤も好き。なんかやっぱ赤ってなんか勝負って感じせん？なんか青よりは気合入るよね。今だから結構赤のアイテム集めたりしてる。こんにちは。皆さんよかったら無料のゴーストを持ってたりしないか。広島だと赤着て、まあ確かにカープがねあるから。でもなんか、まあ、カープなんかはなんかもうそういうイメージがついてるじゃん。だけどそれ関係なく赤着るとなんか気合入る。いやね、実はね、今超ピンチが起きたんですよ。半身浴しようと思って、お湯ためようと思ったらね、一向にね、いつもだったら給湯器もかブチンって言ったらドロルルンってなるやつ押すじゃん。押してなんか風呂自動って押したらもうお湯が出るのね。なのに出んくて、あれみたいな、あれ今日全然たまんないじゃんと思って、お湯もねなんかいつも湯量とかはなんか触らないのに、はじめなんかこれぐらいしかたまってなくて、あれたまってないと思って、いつももうたまる時間なのにたまってないと思って見に行ったら、こんだけしかたまってなくて、であれおかしいと思って、線が取れてるかもと思って見たけど線も抜けてなくて、でもう一回風呂自動押したんよ。だけど変わらんくて、でまさかと思って、で触ってみたわけよお湯を。そしたらお湯じゃないの、お冷やだったの。どういうことと思って、もうパニックよ私は。そう、なんかわかる？今これで、
なんか風呂自動と、風呂自動とこの追い焚きとこの湯煎っていうのがあるんだけど、これを溜めてる時にこのなんか湯煎シャワーとか使うってなったら、この湯煎を押したらシャワーが自動的にこう切り替わられるのね。だからなんかそれになってるんかなと思って、この湯煎をプチって切ったわけよ。そうで、もう一回風呂自動にしたけど全然お湯が出ないし、この追い焚きにしてもならないのね。で一回電源を落としてもう一回つけてもならないし、でシャワーの方も蛇口の方も試してみたけど冷たくて、でこっちもこっちの洗面所じゃない、誰だあれは、このキッチンの方の、キッチンの方のお湯も出してみたけど出なくて、ね、1分ぐらい出ないともう出ないよね。みんな無料ゴースト3時にリセットしちゃうから、よろしくお願いいたします。そうなんだよ。で大家さんに電話したんだけど、大家さんと今出んくて、ちょっと言っとこ、この前はありがとうございました。ありがとうございました。今日朝は出たのですが、そう朝は出たんよお湯が、ですがお昼にお湯をためようとしたらお湯が出なくて、お風呂の調子が悪いござんす。調子が悪い。ガス栓のメーターとかわかんない。それで私はでもね、なんかこの誰が水道で誰が水道で誰がガスで誰が電気なのかっていうのがパッてもう分かんないわけよ。そうちゃんとね、もう水道は水って分かるけど、なんかもう瞬時にじゃあこのお風呂は電気代なのかガス代なのかとかって分かんないわけよ。でさっきなんかその なんちゃら見に行ったんよ。なんかなんか給湯器みたいなとこ見に行ったんよ。そしたらガスだった。なんかガスって書いてた。でももうさ最近なんかクーラーも言ったし食洗機も言ったからさ、なんか申し訳なくて、給湯器壊れるんだ。そんな、でもまあ引っ越してきて1年だけどね。でお母さんに電話しとったんよ。でお母さんもなんかそういうのは一気にだいたい直すときって一気に全部やったりするから同じタイミングでガタが来るんよって。原因わかんない、原因不明、原因募集中って感じ今。ガスメーターのリセットボタンってどこ？
ょっとメモしとくね。これを今見て、あとでちょっと検索して調べて。でも勝手になんか押したりとかしたら爆発とかしても困るし、とりあえず大家さんには一回電話着信入れてるから、また時間ができたら折り返しください。そうで私あれガス止まったんかとか思って、でまずこれが何に値するか分かんなかったから、そしたらなんか電気はなんか紙でコンビニで支払いするんだけど、ガスと水道はなんか引き落としになってたからしたんだったわ、そういえばと思って。そうってことは引き落としやから払い忘れとかじゃないじゃん、謝って紙を捨てちゃいましたとかじゃないから、はあよかったと思って。だから連絡してたら自分が払えてなかったとかだったらちょっとあれじゃん。だからよかったと思って。大家さんとも携帯メール、ありがとう皆さん。タロイヌヒーさん、3時でリセットされちゃうから、もし無料ゴーストまだ持ってたら、持ってたらください。僕たろこんにちは。ああなるほどね、地震とかあったら自動でね。ああなるほどなるほど、それはよく聞くね。なんかそういうようになってるんだよね。でもなんかいつもなんかそんなんついとったっけみたいなところが点滅しとったりとかねするんよ。見てね、いくよ、この点滅見えた？ここがなんか点滅する。あーリセットはきら星か。あじゃあ無料ゴーストじゃないのか、無料ゴーストはいつでもいいのか。間違えた。じゃあ難しい、お母さん教えてよ。お疲れ様ひな。まあとりあえず後でまあちょっともう一回見てみる。今日お風呂入れないかったら大変。まあみんな分かっとるか、みんな私よりプロだし。かなこちゃんありがとう。ガスメーターね、メモ
でみんな見てくれた朝。朝ツイートしたの見てくれた人、まあメールには、まあ、昨日の時点で送ってたんだけど、 SNS 上げる前にね。で、まあ、送った文章なんか送昨日メールで送った時にもうバーって自分の気持ちを書いたんだけどね、なんか結構後から読んでも、あ、自分が伝えたいことがちゃんとなんかまとまっとったけん、文章になんか、あ、自分が言いたいことはこれだと思って、でそれプラスで、あの、まあちょっと整えて今日ツイッターの方に載せたんやけど、ありがとう、ゾウさん、ゾウさん、ゾウさん、お花が長いのよ。長いのよ。そう。でも意外と反応があんまり来なくて、やっぱこうなんか数字になっちゃうからさ、不安になるよねこっちも。そう、え、みんなちゃんと伝わってんのかなってなるよね。やっぱなんか、あの、今ってさ、ツイッターとかさ、いろんな機能があるじゃん。勝手にさ、自分がフォローしてない人のさ、ツイートとか回ってくるじゃん。だからなんか、あ、まあやっぱりファンの方っていうか、まあ一部のファンの方は、まあショールームイベントについてやっぱりあんまりよく思ってないっていうか、まあ私も初めはそうだったし、なんかどっちかっていうとこう前向きなあれよりは、あの、ネガティブなっていうかマイナスなやっぱイメージの方が強いと思うから、そりゃすんなり受け入れれん方もおるだろうなと思う。その気持ちもすごくわかるっていうか、うん、うん、夜も配信しようと思ってる。これは一旦そう、あの、3時までのリセットまでの配信だったので、夜もしようと思ってる。うん、お疲れ様ひな。前多分あの1年前のイベントがさ、なんかなんて言うんだろうな、
挑戦して結果があれだって苦い思い出になってたら、なんか得るものがそれそこだけ結果だけだったら多分また挑戦しようと思ってないんですよね。めっちゃこの1週間でめっちゃいろんなことに気づいて、いろんななんか吸収があってっていう、本当に1週間なんてぐらいの濃さをあのイベントで過ごせて、やっぱ楽しかった何より一番。でみんなもすごい楽しかったって言ってくれて、それが自分の中ではなんかいい刺激として変わった。カラーっていうのもあるし、まあ、ただなんかその刺激を求めてとかそういう話じゃなくて、結局今私は夢を叶えるために必要なことだとも思うし、何かに挑戦するっていう姿勢だったりとか、自分にも何か課せたりとか、そういう行動が必要になってくると思うし、最終的にそう、こういうイベントってすごいみんなの負担になってしまうことって分かってるんだけど、最終的に私が夢を叶えないことに、夢を叶えないことにはみんなのその悔しい思いとかも、実はこうマシちゃんにこうなってほしいなとか、そういうのも今まで私が厳かにしてたから、その部分を自分がみんなに欲しいものを欲しいって言えなかったりとか、これを叶えたい貪欲に行けなかったことでみんなに気づかないうちに我慢させてたこともたくさんあるから、そういうのをもうやめにしたくて、そう、みんな優しいからね、まひちゃんが言うことが正解だっていつも私の選択についてきてくれてたんだけど、実は私が選抜を目指してない時も音楽番組を見て、あ、ここにまひちゃんがいたらなとか、周りの人にかけられる言葉とかでこうちょっと不甲斐ない思いをしてる方も自分は気づかないうちにいたんだろうなって思ったら、そう、私は何のために今までこの選択をしてきたんだろうって、まあたくさん見つめ直すことが増えたんですよ。なんか夢もなんか時間をかければ必ず叶うものって私は思ってたけど、実際はやっぱり叶うためにはタイミングとかその時の状況とかってめちゃくちゃ大事なんだろうなと思ってて、なんか行ける時にガッて行かなきゃずっと今の状況が続くわけでもないし、って思ったらやっぱ行ける時にガッて自分がやりきらないと、あの時じゃあもうちょっとこんだけやっとけば手の届いた場所なのかなとかも思いたくないし、
そうで、この気持ちを多分ファンの方は分かってくれると思ったから、だから多分私のこの考えに対して、うん、多分なんでって思う人はあんまりいないんじゃないかなと思ってる。うん、まあ多分ただツイッターを見てる人とか自分のファンじゃない人たちはにそこが届いてるか分かんないけど、少なからず私のファンの方とか応援してくれてる方にはこの思いが伝わってたらいいなって、わざわざこんな過酷なイベントに巻き込むのにはそれなりの理由も覚悟もあるから、見つめ直すのはないことやけど思い詰める、そう私ね結構ちょっとなんか最近なんか正義感のなんか話をしたんだけど、その多分結構なんかどっちかって多分そのタイプなんですよね。楽観的っていうか結構心配性だし、性格的にも結構物事をめっちゃ真剣にめっちゃ考えてするタイプなんだなって思うことが増えて、逆になんか楽に考えれたらもっと楽に捉えれたりとかしたら楽なんだろうなって思うんだけど、やっぱなんか自分の言葉とか責任とかやっぱこう立場的にもやっぱたくさんの方に見られてる立場だから、うん、より考えるんだよね。そうだから想定外のことが起きることがあんまりなくて人生において、うん、初めて見てます、ありがとうございます、引き続き見てください。そうなんだよね、めっちゃ考えて答えが出んことまで考えて悩むことはめっちゃある。まあでもこれをなんかやめるのも無理だし、ずっとね素直性格でやってきてるから、まあでも今回も後悔しないように決断してるので、そうだからみんなにも後悔させないように私は行動するって思ってるよ。アリちゃんの卒業は、そっかショールームで話してなかったね。アリちゃんの卒業は、まあ、アリちゃん考えてることは分かってましたけど、まあ、マイハが卒業するときにね、まあ、アリちゃんもずっと近くで話してたから、アリちゃんも考えてるんでしょみたいな、でずっともう止め続けて、そう、で私まだアーカイブ見れてなくて、そのちゃんと話した文言みたいな、そう、そこをまだ見れてないからちょっと見ようと思ってるんだけど、まあでもなんかア
りちゃんってほんまに常にずっと笑顔でさ、抱えとるものが多分ありちゃん自身はそういう風に感じとるか分からんけど、いろんなものを見てきたんだろうなって思う。なんかめっちゃ多分大人なんだよねありちゃんって。多分子供の部分もあると思うけど、もちろん、なんか感情的になったとしてもさ、あんまり感情的に見えないじゃん。見せてないのかな、そういうふうに。すごい子だなと思いますね。なんか今までああいうなんか文言、毎回まあ卒業するっていう発表された後にメンバーが出すじゃん文章、なんか大体まあ想像つくっていうか、あーまあそうだよねって思いながらこういつも読むんだけど、あーそうだったんだなとか。でもなんかありちゃんの書いてる文章、あなんかあこんなこのタイミングでのこの言葉もまたなんか人のことだなみたいな、なんか自分のことなんだけど人の思いっていうか、なんて言うんだろうな、人のことばっかりだなって本当にずっと多分何年も多分卒業とか考えてたのかなって。でもこの恩返しっていうしたいって気持ちもあるから、それを胸に多分自分のまあやりたいこととかもだけど多分頑張ってきたんかなって、何回も葛藤したんかなって思って、なんかもうあお疲れ様ってなんか純粋に思って、もういいよってなんかトントンってしてあげたくなった。そう、まいちゃん基本ポジティブよって。そう、私ポジティブなんだけどね、ポジティブになったんだけどね、めっちゃなんかネガティブじゃないんだけど、まあ、元々なんかまあネガティブなところもあったと思うんですよ。だけどまあめっちゃポジティブになって、でもまあ考え込みすぎるところは結構ある、ネガティブとは別に深く考えるみたいな。そう、12歳だった子が20歳になるんだと思って、なんか17からさ24ってあんまりなんかこう子供から大人っていうよりはもうほぼ大人で大人じゃん。だからもう子供から大人じゃん、12歳なんてもう赤ん坊じゃん。赤ん坊が大人になりました、運転してるんだよ、だってありちゃんってすごいなんか長い年月をここでいたんだなって思って、感動したな。なんかあんなに文章がその人の言葉で聞こえてくることってあるんだな、すごい言葉に力を感じた。
したいね。いやでも4人、あと4人、4人な、ほんまに突然帰ってくるんじゃないみんな。思うもん。みゆみゆ復活しないのって。いやみゆみゆもね、私めっちゃマジ頑張ってほしいと思うんだよね。純粋にもあれはポテンシャルが高すぎる、持ってる。もったいない。いや、わかんない。私の人生にあんなポテンシャルを持った子が、まあ、初めてだったか、あんなポテンシャルを持ってる子って本当に何でもできるじゃん。そんな子でも、まあ、今マイスティーから外に出て頑張って、多分うまくいかんことも多分たくさん直面してると思うし、ね、いろいろ感じることもあると思う。そんな中頑張ってるし、もう確実に才能ある子じゃん。だからまあやっぱ芸能界ってやっぱそれだけじゃダメっていうのもあるじゃん。なんかタイミング運とか。だからもうそれがあとなんかパッて合わさって、なんか世界に羽ばたいてほしいなって思います。もったいないでしょ。でもみゆみゆはもう本当なんていうの、もうダンスにしても歌にしてもさ、それ以外のことにしてもさ、まあもう分かりやすくもう飛び抜けてたやん。でもそうじゃない子たちもさ、いっぱい持ってんのよ、それぞれのポテンシャルの高さ。この子は実はこうやってなんかこうフォーカス当てられてないけど、実はこんなことがめっちゃ得意でとかあるじゃん、そういうのが。だからなんかそこを本人も気づいてなかったりとかすることもたくさんあるし、それを早く世の中に出していきたいなって思うんだけどね。でそれぞれが自分の武器が分かって外に外に発信できるグループに なれたら、もっとしていいっていうグループはいいグループになっていくんだろうなって、もっと外に外に広がっていくんだろうなとも思うんですよ。だからみんなファンだからさ、すごい多分客観的に見て、あこの子はこうだなって多分気づくこともめっちゃたくさんあると思うけど、中から見てても、まあ、みんなが気づかないような良さに気づけたりもするし、広島の劇場、そう今は広島の劇場ここっていう場所がなくて、そうそういうところが できたらいいなって多分みんなも思ってるとは思うんだけど、多分運営さんの中にも多分それを思ってる方もいると思うし、でもそれができてないってことは多分何かの問題もあるんだろうし、
こは、うんね、私たちは分かっているようで分かってない部分も たくさんあると思うから、一概にこうとは言えないね。ただ今置かれた状況で自分ができることをグループのためにしたりとか、個人的にしたいことを頑張ったりとか、夢つかむために頑張ったりとか、そういうことが今は大事なのかなって。やっぱりだってこうしたらいいのに、これがこうだったらいいのにっていうのは、そんなもう死ぬほど出てくるじゃん。そりゃね、やりたいことなんかいっぱいあるけど、だけどこうやってやっぱグループも大きいし、人数も多いし、こうやって何十人もおる中でみんながみんな納得いくことなんか多分無理だと思うしね、ファンの方も分かってくれてると思うけど、うん、そうなんですよ、もうそういうもんなんですよね。みんな人間だからさ、間違うこともあると思うし、まあ、ただその間違ったら、じゃあ次はこうやってしていこうって前を向いて頑張れたりとか、次につなげれるようなことにシフトチェンジする可能性も、シフトチェンジすることも大切だなとも思うね。やっぱダメだったらダメだったで、そのままあダメでしたってなるんじゃなくて、もう予習復習みたいな感じでね、だってみんな絶対ね思っとる最終的な夢は一緒なわけやん。 STU48 がたくさんの人に愛されるグループになるとか、紅白歌合戦に出たいとか、もうそういうのを反対する人なんかいないわけじゃん。ただそこに向かってじゃあどういうふうに頑張るのかっていう、みんながね、あ、そうだね、そう、私もそれは思う。だからやっぱどうしてもさ、不満とかのがでかくなっちゃうじゃん。なんか現状なんか昔はこうだったとか、なのに今はこうだとか、でも昔は昔で絶対思うことはあったと思うしとか、やっぱ比べちゃうからなのかな、そういうのが出てきちゃうの。でも私は自分がまだそういうのを言える立場じゃないと思うから、そう、お仕事も全部なんかこの子にお願いしたいって思ってもらえてやれることって、こんなに幸せなことはないと思うんですよ。お仕事を選んでる
場合でもないし、やれることは全部全力でやりたい。うん、それがじゃあ STU のなんか評判が下がるようなことだったらそりゃ違うんじゃないって思うけど、それはやっぱね、自分が得意なこと不得意なことはそれぞれあると思うけど、私もあるよ。実はこれちょっと苦手やなとか、あんま好きじゃないなと思うことあるけど、うん、なんか選抜に今自分入ってなくてもこんなにこう任せてもらえる仕事があったりとか、そう、めっちゃありがたいことやなと思う。こんなのじゃあ一人でこのグループを抜けてやろうとしても絶対叶うことがないことだし、こうやってじゃあ今こうやって家にいる間に STU のじゃあ運営さんの中でもこの子にじゃあこういう仕事って言ってさ、こうお話をしてくれてる人が今見えてないけどいるかもしれないし、マネージャーさんもね、朝から晩までお仕事してくれてるかもしれないしって思ったら、もうこの環境にまずはありがとうって思う、感謝、うん、不満とかそれあるけどね、そりゃあるけど、でも一周回ってまずその気持ちが一番だから、ST のためにも頑張りたいなって思いますね。っていうのは多分考え込みすぎた、考えた考えて出たのがこれだから、やっぱ考えることも悪くないなって思う。いつも感謝、いつも感謝。そう、うん、もう全てのことに感謝ですよ、本当に。一つ一つのフェスに出れるのも、こうやってみんなに発表事ができるのも、こういう機会を与えてくれてるのも、全部やるかやらないかは自分次第なので、一人でも多くの方に目に触れる機会をこうやって作ってくれてるんだったら、そこは貪欲に行きたいし、でもそういうもう自分ができることを全てやりました。もうこれ以上何も言うことないでしょって言えることをなんかして初めて、なんか自分は不満とかも少し伝えてもいいのかなって初めてなる気がする。うん、なんか自分はこれが嫌でこれがこうでっていうのもあって、だけど人にはこうやって言ってっていうのはちょっと自分の中では違うかなって思うのね。だから忘れちゃいそうな時もあるけど、その気持ちを忘れずに
で私もさずっと頑張れると思ってたんだよ。なんか別になんか年齢なんか関係ないしずっと頑張れると思ってたけど、やっぱさすがにちょっと体もやっぱ大人になっていくから、なんか17歳の時みたいにもうそんなもうバンバンジャンプしたりとかできないわけよ。なんかわかんないけど急に来るじゃんそういうのって。なんかそういうのはやっぱ最近はちょっと感じるんですよ。体が、体って正直だからっていうのもやっぱ正直ある。なんか何歳までも頑張りたいっていうのはあっても、やっぱアイドルってやっぱ歌って踊ってパフォーマンスしたりとか、まあそういうのがこう根本的なもので、それがアイドルだからってなった時にやっぱそう早くないって思うじゃん。でもなんかこうめっちゃそれを感じるとかじゃなくて、あれ自分こうだったっけなみたいなってなったりするんですよ。そう、これはちょっともう私の中でも想定外よ、想定外の出来事よこれは。ってなった時にやっぱちょっと私もちょっと焦りを感じてきて、ここに来て違う焦りが出てきて、急がなきゃみたいなって感じ。かといってめっちゃこうなんかやばいやばいやばいってなってるわけじゃなくて、多分体も正直だから、なんかいつまでもこうマイペースマイペースマイペースにとか、そうただ自分が頑張ればいいとか思ってたけど、やっぱ掴めるときに掴まなきゃ、ずっとこの今のこの状態もずっと続けれるわけじゃないし、人ってずっと頑張れないじゃん、こういうのがあるから。何回もよしまた頑張ろう、あーちょっと疲れましたまた頑張ろうってできないから、もう頑張ろうってなってる時にどんなにちょっと踏ん張れるか、あとちょっとまだいけるまだいけるってできるかじゃん。しかもね、あとここまでいけば掴めてたものがここでやめてても、ここあとこんだけだったんだよなんて分かんないわけじゃん、ここに行かないと。私みんなにもこの差なんか分かんないと思うし、でその時絶対後悔するじゃん。それこそもうあんまだ頑張ろうって思えないかもしれないしってなったら、掲げてる目標も叶わないままもう頑張ることをやめちゃうかもしれないし、もうそこってもう未知じゃん。どんなに自分のことを分かってたとしても1年後自分がどんな気持ちなんか分かんないし、うん、まあでも揺るがないよ、掲げた目標を叶えたい。ほんまの老化を知ったらやぐい、知りたくない、知りたくないよ。頂点に立たないと全体を目指せ、そうだね、また景色が変わってくるんだろうなとも思うし、まあ頂点じゃなくても多分今ずっと私は今のポジション割と、まあ、ずっと同じようなところでずっといたから、そこから一段上がったら絶対見えることは違ってくるんだろうなって、感じることとか自分がなんで人に対してこうなのかなって思ってたところも気づけたりするのかなとも思う。その先 で自分が感じることとかも違うんだろうし、ありがとうみんな見に来てくれて、20分くらいパーってもうちょっとリセットされるよって感じで始めたんだけど、やっぱ語っちゃうんですよね、語り癖。みんなが語らせてきてるのかもしれない、私を語らせようとしてるのかもしれない。
自分が語ってんの。うん、まあそんな思いですよ。自分の可能性を自分で諦めない。うん、諦めないね。それはなんか人から思ってる、人がその人に対して思ってることってなんぼでも変えれると思うんだよね。そうで、変わった時に周りは絶対に手のひらを返して、いやーそう思ってたんだよねって多分言うから。絶対なんてことはない。ないんですよ。絶対無理とかもないし、私ももう無理とか言っちゃうんですよ。そうだけど、まあ無理無理って言って、でも最終的に自分がやるのは分かってるから、もう沈むとこまで沈んで、沈む時はね、でも言ったらもう吐き出して吐き出したで、もうあとはもうやるけどねっていうスタンスに、やるよやるけどって無理じゃんって多分言いたいみたいなとこもあるんよ。自分の心の叫びを心の中でとどめておいたらしんどいから、いや無理よって言ったら、あれもう無理ってもう100回ぐらい言ったなってなって、やるかって、でも気づいたらもうやっとんよね体が。そんなもんですよね。やらないってやめれたらいいんだけどね。てかやってたんだけど、昔はやらないよって、私やらないよって言ってたんだけどな。なんかある程度のこう立場みたいなものができてきたら、そんな簡単にやめれなくなっちゃうよね。そこに責任感とか、自分の夢が自分だけの夢じゃなくなったから、そんな無責任なことはできない。リーダーが急に、あリーダーやめたみたいなもんじゃん。周りの人たちを置き去りにして急にやめたら、周りの人たちはえ誰についていけばいいんだってさまようじゃん。そんな立場にいるから、はい、どんどん正義感責任感みたいなものが備わってまいりました。はあ、いっぱい喋った。ベストを尽くせば道は開ける。まあ必ず一歩にはつながると思う。意味がないことなんかないからね。そう、ゼロから1になるから。そう、みんな実は心の奥底でいろんなことを思ってるんだよね。わかるよ、とてもわかるよ。きっとその考えは全部一理あると思う。間違ってないと思う。
カー選手みたいですね。なんかなれないでもそのそうアディダス可愛いっしょ。古着かなんか最近こういうなんかユニフォームみたいなの好きなんですよね。表情と気持ちの関係気になる気になる。なんか自分の知らないことを知りたい主義だからな。って興味深いのめちゃくちゃ。表情と気持ちの関係私のお父さんみたいなこと言うね。私のお父さんは私の知らないことをたくさん教えてくれる。人間満面の笑顔のまま本気で怒ったり悲しんだり悩んだりできないらしい。うん、確かに確かにね。連動してるもんね。じゃあ辛い時も笑顔でいたら笑顔の方に引っ張られるってこと？いや引っ張りたいって気持ちいいってこと？こんにちは。瀬田さん。なんかやっぱ人って余裕がないときは全てはうまくいかない感じがするから、余裕を持てたらいいな。まあ余裕って要素から出るものではないと思うけど、心の余裕、金銭面的な余裕とか、心にゆとりがある人になりたいな。
ぱいいっぱいな時も人に優しくできる人でいたいな。願望。うん。ね。でもたまにいるじゃん、そういう人って。でもそういう人見たら本当にうわすごいこの人って思うから。でも自分がそういう風に慣れてたらきっと誰かにも影響していくから、それの先駆者になろう自分も。余裕がなくても余裕があるふりしよう。言霊みたいに大丈夫じゃなくても大丈夫って言ってたら大丈夫な方になりそうじゃん。言葉にしていくよ。でもまあ明日からまあイベント始まるんですけど、まあレコメン、それでもし1位とかになれたらレコメンに出れるわけじゃないですか。でも私はまあラジオをやってるからさ、なんかそれもいいようにつなげていけたらいいなって思う。それきっかけで今のラジオとかももっとたくさんの方に聞いてもらえるきっかけになれたらお互いに相乗効果だし、そう私はまあラジオ、自分がまあラジオ得意とか思ってなかったんですけど、まあありがたいことにたくさんの方にラジオを聞いてもらえる機会もあって、それでたくさんの方にも多分興味を持ってもらえる機会ができたから、そこからまあいろんな方にそういうつなげて行くみたいなことができたら本望だなって思う。こんなにいいことはないだろうって、うん、今のこの私がいるのは確実にラジオのおかげだからさ、こうやって自信を持って自分の言葉を人に伝えれるのもラジオのおかげだからさ、全てはつながってるじゃん。必ず意味のあるものだと思うんだ。このイベント自体は1週間だけど、その後もずっと続いていくものにいい影響をもたらせれる、そういう機会な気がするから、それも含めたくさん吸収できる1週間にするね。なのでみんなもその過程を楽しんで見てもらえると
そういうコンテンツだと思って、じゃあこの1週間は。そう、ハロウィンのキャンペーンも10万ポイント超えましたね。ありがとうございます。今日はまあ初見の方とかね、普段は多分見てくださってる方がコメントしてくれたりとかで、ちょっといろんな私の思いを引き出された配信でした。まあ今日もね、まあ今ちょっとパッて始めたあれだったんだけど、結局1時間ぐらい話しちゃって、また夜もしようと思ってるので、ぜひ見に来てください。今日は夕方とかじゃなくて夜かなと思ってて、ちょっとまた配信予約入れますね。ちょっと久しぶりに遅い時間にしようかなとも思ってるんだけど、うん、初見ありがとうございます。今日ちょっともうあれだから、まで来てるし、ちゃんとメイクしてる時に見に来てください。でまだツイッターの私の文章を見てない人はぜひ今から見てくださいね。あのマヒナマヒナマヒナ防戦徳島の頭文字 TKSM、 うん、検索して見てください。今日投稿してるので、イベントに対しての思いも、でちゃんと見たら見たって、読んだら読んだってコメント書いて、なんかそんなみんなに深いコメントを求めてるわけじゃないから、読んだ読んだ、応援する、まだまだちょっと応援しようって思えてないとか、明日その気持ちになるかもとか、何でもいいから、ツイッターお酒ね、ただのあれですから、そのただお酒が好きで飲んでるわけじゃないですからね。じゃあそこにもちゃんと理由があるんですよ。じゃあこの配信は終わってもよきですか。ありがとうね、このもしかして休憩時間を私が占領しちゃった可能性ある。フォローしてね、じゃあフォローして、明日からも今日からも配信を見に来るんだ。あれ気づいたらまっちゃんの配信ずっと見てたって人はきっと私と通ずるものがあると思います。気が合うね。見に来てください。またじゃあランキングを見たいと思います。13位はニョッキンミルンさん、12位はあっちゃん、11位はルディエカワルダナさん、10位はシローさん、9位は塩中さん、8位は迷子の5さん、7位はゆうたパパ、6位はララランドさん、5位はあかつきさん、4位は矢野ちゃん、
3位はバンちゃん、2位はウシ、そして本日の第1位は第1位は道しるべさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあまた夜お会いしましょう。10月24日木曜日、皆さん今日も一日お疲れ様ひな、バイバイ。私のお風呂のお風呂の給湯器が治るようになっていて、バーイ。ポチッとな。